よし、さあ食べよう。ハンバーグ、ハンバーグ。よいしょ。それで、パ。はい、どうもパテマス協会でございます。というわけで本日はおろし若干豆腐ハンバーグでございます。でご飯は昨日のこの 1.5 合ぐらいかな。であとブロッコリーとスナップエンド、近所のおばあちゃんからもらいましたんで茹でてきました。というわけでこんな感じで本日はいただきたいと思います。それでいただきます。まず野菜からこうか。マヨですね。うん、うん、いい感じ。うん、うまい。本当はここポン酢と大葉にしたかったんですけど、大葉がなかったんでちょっと青じそドレッシングかけました。多分味はまあね、ハンバーグ自体はほぼ製品のやつに玉ねぎと豆腐と小麦を足しただけなんでうまいと思いますけど、うん、激うまやん。うまい。これはうまい。豆腐が入ったことによってどう変わったかいまいち分かりませんけど、うまい。ヘルシーになったかな、ちょっとだけな。うん。
確実にびっくりドンキーより多いですね。普通のやつね、普通のやつよりもね。何グラムなんでしょう。うん、ゼロから作ると面倒くさいけどこれできてるもんから手を加えるとね、それだけですごく美味しくなったりするからね。素晴らしい。すげえうまくなってる。てか満足度がめっちゃ上がってる。合体させたことによって。両面じっくりと焼きましたんで。非常にいい焼き加減と表面のカリッと感が出ております。私ね、幼少期ハンバーグ嫌いだったんですよ。特にあの弁当屋さんとかのハンバーグ弁当とかね、これは割にひき肉感が、筋肉感がしっかりしててまだいいんですけど、いわゆるあのチルド系のパウチに入って真空パックに入ってるハンバーグ、まあ、一般的に安いやつね、ああいうタイプのハンバーグが苦手、プラスあれにかかっているデミグラソースというかミートソースみたいなあれが嫌でね、まあ、今でもあんま好きじゃないけどね、この青じそ、うん、でこの肉、ひき肉感ちょっとあるハンバーグが好き。ちょっとこの粗挽き感ちょっとあるぐらいのひき肉ね。ハンバーグも好きになったの結構びっくりドンキ行ってからかな本当なんかそんなレベル、って思ってたよ、その頃ハンバーグを行って食ったらうまいと思って、今まで食ってたハンバーグは何だったんだと。うちのおかんもハンバーグあんましなかったのかもしれんね。 うちの上のハンバーグ食ってたな、結構肉肉しい感じだったんで、うん、つけよう。肉っぽいのがいいね。こんだけでハンバーグ食ったら満足度あるわ当分ハンバーグいいかなと思えるぐらい満足だけど、かさ増しはほとんど豆腐と玉ねぎや肉足してないでね、まあ、小麦粉足したらちょっとカロリー上がっていくか。
やばい、ハンバーグを今回ちょっと贅沢に使いすぎたか、ご飯配分がちょっと崩壊し始めてる。うん、この崩れてるやつ調整しとこう。いろんなソースかける人いると思うんですけど、私はもう和風おろしハンバーグ一択ですね。ハンバーグに関してはさっぱりと食べたい。肉全般そうなってきちゃってますね。おっさんになってきたんで、おっさんでもジジイやね。ハンバーグの肉汁ってうまいな。なんか豆腐が入ったことにちょっと滑らかになった感じもするけどね、味が。でもハンバーグのあのやり方したら簡単でしょ。ハンバーグになってるやつから始めてるからね。これでこんだけ美味しく食べられるんですから、ひと手間かけましょうよ。ちょっとだけね、液が飛んだ。豆汁飛んだな。豆汁っていう響きがちょっとしょっぱい感じするよね。うん。うん、うまかった。とりあえずポテモス協会、本日は3個のおにぎりを、おにぎりじゃないわ、いつからおにぎりになってんや、3個の
ハンバーグを、あれ、キッシュはね、空き缶のとこ入ってた。取っとかないから。分別しないで怒られるから。3個のハンバーグを合体させて、豆腐と玉ねぎとナツメグと小麦粉混ぜて、こねくり回して焼いた、大きな、和風おろしハンバーグを大盛りご飯で食べました。もう大盛りご飯を和風おろしハンバーグで食べました。ごちそうさまでした。スーパー満足でございます。